こんにちは。今日は色についてお話しします。これからの時代、心の時代、どんな色を使ったら開運になりますか？またはあまりおすすめしない色はありますか？こういった疑問があります。まず過去の色、昔というかね、ものの時代、人間社会で流行っていた、喜ばれた言った色からお話ししましょう。前の時代というか10年一昔前は、それまでは黄金ですよね。金というのがすごく価値の高い色でした。金糸なんて聞いたことありますよね。金色の刺繍をして、赤いバッグに金の刺繍したり、黒いバッグに金の刺繍したり、見たことありませんか？日本であれば着物にね、金糸の糸で刺繍をすると とても高い服になりましたよね。と金の模様が入っている。で、特に赤い生地であったり黒い生地であったり、この3色が過去にもてはやされた色です。これらの色っていうのはお金持ちを代表する色でした。で、仏様が使う色は原色だよって聞いたことあります。赤とか青とか緑とかね、原色と聞いたことがあります。で、神様が使うのは金と銀、この色だと言います、聞いたことがあります。で、これらの色が何色にそれではこれから変わるのでしょうか？まず最初に変わるのは原色からパステルカラーです。薄い色、色を混ぜた色、例えば濃い黒ではなく、青に白を混ぜて水色ですよね。濃い緑ではなく緑に白を混ぜて若草色であったりとか、黄色を混ぜて黄緑である。あと赤に、白を混ぜてピンクですね。で、赤に青を混ぜて紫、そこに白を混ぜて薄い紫、こういったものがこれから主流になっていきます。ですから濃い色を身につけるよりも薄い色を身につけた方が、運気的には良くなってきます。で、模様替えでね、濃い色の部屋の人、少し色を薄めることも、ここで年末年始でね、模様替えしますね。で、家具の色も変わってきています。今まではね、真っ黒い家具とか、茶でも濃い色が多かったんですけど、徐々にパステルカラーのね、子供部屋なんか特にパステルカラーの色の家具が出回ってきています。なるべくパステル選びましょう。で、パステルカラーの他に赤い色、昔ね赤い色だったけど、これからは青になります。で、心の時代と物の時代では正反対になります。で、真逆な色というのが赤に対して青、黒に対して白、金色に対して銀色、シルバーですね。で、特にこれね、現れているのがクリスマスのイルミネーションです。赤と金主流だった時代、バブルの頃なんかそうですよね。金、どこ見ても金色でした。今シルバー多いですよね。これは時代が変わったからです。で、また時代が変わって青い色が作れるようになったって言ってね、大騒ぎになりましたよね。それまで緑と赤しかライトで作れなかった、イルミネーション LED で出せなかったのに、青いね LED の色が出せるようになったことによって全色作れるようになった。で、青とシルバーが一時かなり流行りました。今年は随分いろんな色が混じってますけど、一時期シルバーと青一色でしたよね。で、これも時代の幕開けの象徴です。じゃあ黒いの着てるとね、運が悪いのっていうと、黒いの着てるから運が悪いとは言わないんですが、これから言霊、特に言葉が強い意味を持ちます。で、道義道音、これもかなり音としてね、言葉は認識されるので、黒うと黒、同じ発音ですよね。黒い色を着ているから黒を引き寄せるとは言い切りませんが、言
言葉の持つ力、色の持つ力、組み合わせていくとやはり黒は黒を引き寄せている可能性があります。金は金を引き寄せている可能性がある。まあこれは言霊の音という部分でお話ししました。で、色が何を呼び込むのかっていうと、やはり新しい運勢です。部屋の模様替えをして、新しい運勢までは呼ばないのかな、部屋の模様替えをして心機一転したら環境が変わりました。こういう人がいらっしゃいます。やはり新しい運勢は部屋の色の模様替え、配置を変えるのもいいんですが、色を変えることでも変わっていきます。ちょうどねボーナス時期だったり年末年始のセールやってるので、思い切ってね布団カバーの色を変えてみたり、絨毯の色を変えてみたり、もう壁紙までね行かなくてもカーテンね変えてみる、厚手のものに変えてみるとかいう形で、自分の周りの色をもう一度見直しましょう。携帯カバー変えてもいいですよね。パステルカラーに変えてもいいですよね。自分の小物でもいいんです。要は自分が身につける周りのものが変われば状況が変わります。今日は色とこれからの運気をお話ししました。またねー。